はい、今日の教えて渡辺さんは派閥解体で困惑する永田町というお話をさせていただきたいと思います派閥の政治資金問題を受けて自民党の各派閥は解散に向けて動き出しましたまあ、この政治資金問題で派閥が悪いとされていますがそうではなくて 不正を行った派閥が悪いのであって、派閥というものそのものが悪いわけではありません。人が3人集まれば必ずできるのが派閥。意志の強い、近い人たちが集まって、そして話し合いで組織化していく。これがある意味派閥の役割でもあります。自民党において派閥はかつて中選挙区時代、 同じ選挙区で複数の自民党候補同士が戦う上で派閥に分かれて戦っていただからこの派閥という役割は非常に大きなものでしたそれに対して小選挙区になったことによってこの派閥の役割が大きく低下したのも事実ですしかし巨大な組織である自民党右から左までいろいろなイデオロギーを持つ人たちがいます この自民党内での政権交代ともいえるのがある意味自民党総裁選でどの派閥が勝つかによってどの総理候補総裁が勝つかによって政治的な意味合いが大きく変わってきたまあ最近で言えば以前の話で言えば51年前の「核福戦争」田中角栄と福田さんの 自民党総裁選どちらが勝つかによって日中友好日中の国交回復かそれとも台湾を取るのかという二択が行われたそのような形で派閥のどこの派閥が勝つかによって政治が動いてきたこれが日本の政治の歴史でもありました派閥にはいろいろろな役割があります一つは、まあ、選挙の母体となる。 そして議員の教育機関そしてもう一つは各派閥がで意見がある程度集約されそれが政策に反映されるまた各委員会国会には16の委員会があるわけですが一つの派閥が一つの委員会例えば厚生労働分野厚生労働委員会を取ってしまうと一つの派閥の意見だけで厚生労働行政が決まってしまう。 ですからこの委員会をどこに所属するのかこれを決めるのも派閥の役割でした偏りがないように派閥でばらすそして意見が対立した場合一旦派閥に持って帰って派閥の中で話し合ってそれを政策、まあ、反対するのか賛成するのかという具合にまとめていくこの役割も果たしていたわけです岸田派宏池会 ここれれが分裂解体されることになりました二階派こここも解体されることになりました二派の場合二階さんを中心とした古くからのメンバー20人ぐらいとそして二階幹事長時代に集めたさまざまなイデオロギーを持つ人たちこの2つに割れていたわけですがこれがバラバラになってしまったそして麻生派のみは存続することになりました これは麻生派では政治資金の問題が出なかったからなぜならば全て銀行預金で管理し現金での受け渡しを一切していなかった、まあ、これが功を奏す形で問題が起きなかったということになります。それ以外の茂木派においても問題が生じそして全ての派閥が事実上解体されるような形になってしまった。 派を除いてその結果ですね意見集約がでできなないい状況に今なっているんです、まあ、これまである意味部長さんがいて課長さんがいてそして社員係長がいて社員がいるこのようなピラミッド構造を作っていた派閥がそれぞれ話し合いを行って決めてきたしかし組織が解体されてしまったことによって全員が平議員状態になってしまい そしてそれで意見を集約する機能を失ってしまっている状況にあるこれは非常に危険なことでですね役人の力が非常に強くなりそして総理による独裁的な政治を生みやすい環境とも言えるわけですこれまで派閥の数がある意味総理や行き過ぎた政策の歯止めになってきたわけですが特に最大派閥である 安倍派がこれ事実上解体されてしまったもんですから、えー、特に幹部の人たちが全員自民党を追い出されるというような状況になっているもんですからこれがもうぐちゃぐちちゃゃなな状態なんですよね、まあ、どちらにしろ今年9月には自民党総裁選がありますこの際に誰が総裁候補になるのかここにおいてある程度新しい塊新しいグループ分けができてくるんでしょうが。 その新しい塊を作る上でもえその集約する力が必要になりましてこの温度取りをする人が今党内ににいいなな状態になってしまっている、まあ8年続いた安倍政権安倍政権が長すぎてみんな安倍さんにおんぶに抱っこの状態でしたから次のリーダー候補そして次の力のある議員が 生まれてこなかったまた小選挙区になったことによって票の積み上げが必要で個性的な、まあ、意見のはっきりとした議員は嫌われる部分もあるもんですからそういう意味でみんななな無難な政策を取りがちになっているこのため若手の議員がみんなサラリーマン化しつつある小物化してしまってるんですよね。くくも悪くも悪二階さんや麻生さんんや 古い政治家の人たちある意味癖も強いしそれななりの人間的な魅力も強かったしかし今の若手議員はなんとなくポワッとした議員が多くて結果的にそれが今の自民党の状況を生んでしまったまた力のある議員が数というその力の根源を失ってしまったことによって大きく世の中が変わってしまった。永田町の景色現在 全く変わっておりましてこの状況がいつまで続くのか逆に言うとこのの状況を改善しなないいいとと物事が前に進まないのだと思いまだ思す今週の「教えて渡辺さんは」は解けている永田町の現状についてご説明させていただきました。